はい、サブチャンネルでございまーす。うーくんが濃厚接触者になり、うーくんとも会えなくなってしまい、非常に寂しい毎日でございます。ポンスもプクもちょっと寂しそうで、もう毎日テレビ電話をしております。そんな今日はね、しばゆうさんと中継がつながっておりますので、ではお会いしましょう。来ていただきましょう。どうぞ、しばゆうさんです。こんにちは、こんにちは、しばたです。どうも、しばゆうさん。ちょっと待ってください、全画面にします。聞こえますか？ちょっと待ってください、ちょっと回線、あの画面のちょっと接続の方が悪くてですね、申し訳ない。ちょっと待ってくださいね、はい、あ、来ました来ました、できました。あ、しばたです。聞こえますかね？こちら非常に空気が悪いといった感じですね。悪そう、臭そうです。画面が、画面上からも伝わってくるような匂いのこもった状態になっております。不快な感じですね、ちょっと多分ね、うん、あー、うーくんに会えなくって早何日か、ね。まあ、家にいて何をしているかと言われると、うん、なんだろうな、最初のうちはちょっと堕落をね、楽しんでたりしてたんですけど、うん、最近はちょっと堕落も飽きまして、もう、うん、この空いた時間は何をしようと。まあ編集とかはあるんで、まあそのちょくちょくやってるんですけれども。編集以外にやることないんですか？ね、筋トレとか、はい、そういうのって気を紛らわしてますね。なるほど。私は一つ気になったことがあります。はい。君はインスタグラムで、はい、今の自分の家の状況を晒していましたね。はい、はい、皆さん見ましたか？まあ、見た人は多いかと思います。私も見ていたうちの一人です。彼は、家をゴミ屋敷と化し、そして、洗濯機を回せないといった、悪態っぷりでございます。いやいやいや、まあ、これを機に成長していければいいなと思ってます。ゴミっぷりは、うん、ゴミの日の前だったので、ゴミの日 の中日だったので、一番汚れてる段階だったので、わかります？いや、そういうことは関係ないんですよ。その時に出たゴミをゴミ箱の中に入れるということが、日頃から彼は、あなたは、癖ついていないという、まあ、それはまあ前からそうなんですけれども、ゴミをゴミ箱に入れれない。鍛えられてるんで、はい、失礼しました。うーく、YouTube なかったらヤバ人間だよ、マジで。本当に一人暮らしの特訓をしてるといったところでしょうか。いや、改めて自分がさ、どんだけ生活力が欠如してるかわかるでしょ。まあそうですね、そこの自分に初めて向き合ってるんじゃないですか、ここ5年とかで。でも生活力が全くないのことに関して、はい、恥ずかしいとか不甲斐ないなとは全く思いません。すごいな、言い切れるの。それは何でですか？ああ、こんな感じなんだと楽しんでやっているといったところでしょうか。それによって迷惑する人がいることは、考慮してのその考えということで。電波急に悪くなる。電波3、電波めっちゃいい今。全部聞こえてるはず。え、今は別に僕一人じゃないですか、ここ。いや、別にいつでもそうですけどね。いつでも私は、片付ける。ゴミ拾いは私です。職業ゴミ拾いですね。芝居と一緒にいると。本当に彼は歩くたびにゴミがポンポンポンと。ポンポンポンと。何もなくてもゴミ発生させるからね。うん、すごいですね。だいぶ、もうプクとポンの、寝る時間がね、リズムが一緒になってきて、だいぶ楽になってきた。うん。うん。もう、うーくんもずっと会ってないんじゃない？そしたら。寂しくない？ね。寂しい。頑張ってるよね。ちょっとあっちに行って。あっちの席に行って。あ、行きます。あ、では、お待ちかね、ポンさんと、福丸さんのところに行きたいと思います。シャン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 。4人集合。
これからは俺はこういう4人集合イエーイイエーイ久々に4人集合しましたえいえいこういう生き物なのえいだねえいだねパパに会いたいよね会いたいね会いたいよね全然遊んでないねね、じゃあさ、次さ、パパと会えるようになったら、どこ行きたいかちょっと会議しようぜ。うん。どこ行きたい？じゃあ、めっちゃ広い公園。うん、めっちゃ広い公園だって。好きだぜ、そういうの。ね、何してんの？リュウソウブラックを食べとる。ああ。リュウソウブラックを食べとる。流霜ブラック食べてんの？美味しいの？岸田達也は美味しくないぞ。気を取り直して。おじさん最近どう？楽しい。何が楽しい？夏休み。今。はい。パパがいない時は寂しいけど。はい。ヒロとユナとリサが来たとこが嬉しかった。あ、今日はね。そう楽しかったね。うん。パパいないとね。男の子がいないね。そう、男がいないんだよね、本当に。男は誰ですか？男はプクマルとポンスとウー君は男でしょ？ママは？ママは女。そう、ママは女。エッちゃん女。エッちゃん女。ドミちゃん女。ドミちゃん女。男誰がいる？ポンスの男の子の友達って誰？友達は。やっぱり山田涼介かな。うなんてこった。なんてこった。マジで？友達なの？紹介してよ。ママずっと好きなんだけど、中2から。ポンス山田涼介と友達なの？いや、あの、山田涼介と結婚したことの夢見て。山田涼介と結婚して夢見たの？いいね。今度は流霜ブルー食べてるね。もう私はもう毎日このプクマルボーイに癒しをいただいております。え、鼻くそついてると思ったら画面にゴミついてたわ。何？あのさ、進撃の巨人結構見てたじゃないですか。ラララララリラスタラリリリラスティリララリラスタラリリリラあのさ、まあ、はい、ラスティラスティラリリリラてでれって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 でってってってでえ、なんですか？ギャッ。いいよ。てでれ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 え、なにゆうくん。あーちゃんが進撃の巨人見るじゃん。で、結構むずいじゃん、あれ。むずい。で、あーちゃんが、え、これはどういうこと？これはどういうことだったの？これはどういうことだったの？っていうのを無限に何個も聞いてきて、やばいよ。それ分かってなかったのっていうところがいっぱいあってて、そう、それは面白かった。最近なんかちょっとテレビつけない。あ、服がつけたんだね。君だったね。ごめんね。これありますね。あのポンスが悪さしたんだと思って、ねえねえ、ちょっとって落としたら服で、あー違ったね、ごめんねっていう時結構あります。私もううくんの代わりにさ、なんか洋服とかちょっと買って、こうなんか私といる時にううくんに着てほしい服みたいなのをちょっと買おうかなって思ってるんだけど、まあ俺が気に入ったら着るかな。うそ。あーちゃんが選んだら何でも着るよって言ってくれるんじゃないんだね。うん、俺が気に入ったら着るかな。まあ確かにね、うちら趣味嗜好マジは合わないしね。何が合うんだろう。何見てんの？何自分の顔にうぬぼれないでね。自分の顔見てるじゃん、ずっとさっきから。あーちゃんと話してないじゃん。ねえ、あーちゃんだよ。髪の毛洗ってなくてなんか勝手に固まるの面白いなと。汚な、洗えや。もう、うーくんがさ、近くにいないとこうなっていくんですよ。もう見てください、もう。チンパンジーかわからない、うーくんがチンパンジーかもう。
か、チンパンジーかなみたいな。洗濯機回す。あ、すごいすごいすごい。ね、ママ。あ、それ、タトゥーシール入れる、うん、あ、じゃあ、水持ってきて、水。あのさ、ママに貼ってあげる。え、ママはいい。ママにここにもお花もうつけたから。このシール可愛くない？なんでそんな本当にタトゥーみたいな位置に貼るの？本当にタトゥーみたいな位置ってじゃあどこ？なんか、あんま見えるとさ、ま、なんか、ちょっと検診とか行くとき気まずいなと思って、まあ、ギリ隠せるぐらいのとこにやってる。なんか、タトゥーシールとはいえど、シールでもなんかちょっと肩身狭い思いすんのよ。私ね、タトゥーシールにはまって、タトゥー入れたいって思ったことないんだよ。でも、寝てるから。あ、寝てる、オッケーオッケー。どこどこどこ？タトゥーシールは確かにね。タトゥーよりいいと思う。ちょうどよくて。ね、いいよね。で、だから、タトゥーシールって、いろいろ変えられるじゃん？うん。飽きたら、こすって取って、新しいのつけられんのよ。くぃ恐竜貼る？恐竜貼っちゃう？いいよ。どこどこ？首。顔に貼る、顔に。顔にする？顔にしよう。やあ、首がいいの？じゃあ、首にいいよ。どこ、首の後ろ？いやあ。頭にする。頭にするの？頭貼るとこないよ。は、これ皮膚じゃないと、平らなとこじゃないとくっつかない。ん？じゃあ、お腹。お腹にする？いいよ。じゃあお腹出して。いや、体にしよう。体にする？背中にする？お尻にする。お尻よ。で、このここにするね、恐竜。絶対嫌い。タトゥーシール楽しいよね、子供の時ね。ママもすっごい好きだった、昔。あー、相変わらず赤ちゃんやってるね。君よ、ぽいぽいぽい。君は相変わらず赤ちゃんです。ママ、どっち決めるかさ、あのギャッ、頑張ってギャッ。服はポンスのギャグにめっちゃ笑います。大子はい、というわけで、お久しぶりの、お久しぶりのサブちゃんですね。今の現在のシバナンファミリー、こんな感じで毎日やっております。リモート面会してます。はーい、というわけで、じゃあ一回ちょっとこっちは切りますね。うん、じゃあまたねー、みんなー。